タイムアルター、ダブルアクセル、何やってんだぜ。タイムアルター、トリプルアクセル、速くなったぜ。タイムアルター、スクエアアクセル、めちゃくちゃ速いぜと。止まらない。たく、何やってるんだぜ。助かったよマリサ。何自爆みたいなことしてるんだぜ。ほらやっぱフェイトゼロって言ったら、切り継ぐのタイムアルターとガンアクションってとこあったし。前回フェイトの解説してたしな。違うよマリサ。ん？フェイトゼロだよ。そうだったな。まだぜ。けどフェイトシリーズっていうと魔術師がサーバントを召喚して、聖杯をめぐり激しい戦いが繰り広げられ、宝具を駆使したサーバント同士の激しい戦いや、魔術を使用した魔術師の行動や戦いなんかが中心で、見どころでもあるんだけど、確かにサーバントの戦いは派手さがあって目立つしな。優秀な魔術師に対して銃器は大した脅威にはならないし、神秘たるものを重要視するという魔術の性質上、機械や近代兵器の使用を好まないものが多いこともあり銃器は異端視されるけど、フェイトゼロでは切り継ぐが大口径の銃弾を使用して、優秀な魔術師でも防御体制を取らないといけないという隙を作りながら、相手の魔術回路を切断してデタラメに繋げる期限弾でとどめを刺し、魔術師殺しと呼ばれる暴虐や銃器を駆使した元殺し屋だし、平和な世界を望みながら感情を殺し行動原理に忠実だったしな。それほど多くないけど銃を使うキャラもいて、ガンアクションが見どころってところもあったしね。サーバントにも銃器使うやついたしな。あれは宝具の能力で特殊なパターンでもあったけどね。それじゃ今回はフェイトゼロのキャラが使ってた銃を紹介するよ。おう、よろしく頼むぜ。魔術師の家系だったけど父親の根源に至ろうとする研究から、小さな島に惨劇を招き自ら父親を葬り、銃器を得意としてフリーの執行者をしてる女性についていくことを決め、銃器の扱い方や戦い方を教わり、世界では過去に経験した惨劇以上のことが繰り返されてて、ある相手の始末でデストラップにはまってしまい、唯一の家族とも言え母親のように慕っていた存在だったけど、被害を最小に抑えるという行動原理に従い自ら手をかけることになり、あれはほんと切なかったぜ。一人になった時に拾った弟子の女性も銃器に精通し、確かに切り継ぐの関係者中心に結構いろいろ使われてたしな。サーバントやマスターも少しだけ使うってこともあったしね。ドッグファイトも印象深かったしな。まずはランサーのマスターケイネス・エルメロやアーチボルトが、監督役のコトミネ理性を不意打ち的に始末するのに使った RSAF エンフィールドナンバー2、凄腕の魔術師だったのにな。期限弾で魔術師としては再起不能な状態だったしね。イギリス RSAF 社製の回転式拳銃、ウェンブリー&スコット社が開発した中折れ式拳銃マーク4やマーク5が参考にされ、その基本構造はマーク4とかなり類似点が多く、コピーと言えるレベルで、政府の公式見解では全く別物としたけど、結局お金払って事実上はライセンス購入って形になったみたい。ややこしい感じだぜ。トップフレームと一体化した六角形のバレルを採用して、中折れアクション時に内蔵のインジェクターが自動的に廃墟しやすくする構造で、インジェクターロッドが存在せず、素早く廃墟できるのが特徴。便利そうだな。中折れ式はフレームの強度が低下するため強力な弾薬が使用できないってとこはあるけど、強力な弾薬を求めない場合には最適らしく、マーク4に比べて全体的に簡略化が図られるとともに構造が強化されてて、以前ジブリの銃で紹介したけど、天空の城ラピュタのムスカが使った銃としても有名だね。3分間待ってやるが印象深かったぜ。次は武器と認識するものすべてを自身の宝具として利用できる内頭部オーナーの力により、サーバントのバーサーカーが使った武器、あれはかなりチート級だったな。規格外と言われるアーチャーをかなり苛立たせてたしね。まずは騒ぎを聞きつけ駆けつけた自衛隊からコントロールを奪った F-15、アメリカボーイング社製の制空戦闘機、アメリカ空軍などで運用された F-4 の後継として開発された大型制空戦闘機で、第4世代ジェット戦闘機に分類されるみたい。第4世代ってなんかかっこいいな。第4世代は1980年代あたりから運用が始まり、それまで使われたターボジェットエンジンをはるかにしのぐ、アフターバーナー付きターボファンエンジンが装備され、高い機動性に速度性能に加え、多用途に対応する高機能の電子機器搭載により、兵器搭載量や種類の増加による高い攻撃性能が特徴。なんか革命的な機体って感じだな。けど今では第6世代の機体も登場してるよ。技術の進歩はすごいもんだぜ。チタンを多用して軽量化した機体に、大水力のターボファンエンジンを2機搭載し高い格闘能力を持つとともに、高出力パルスドップラーレーダーと中射程空対空ミサイルの運用能力も併せ持ち、遠近の空対空戦闘に対応可能
上となっているみたい。そのエンジン2機ってめちゃくちゃ速そうだぜ。持続時間制限を受けない最高速度はマッハ 2.3 で、1分間に制限されてるけどマッハ 2.5 まではいけるらしいよ。秒で気を失う自信あるぜ。現在でも世界トップクラスの機体の一角であり、パイロットたちはイーグルパイロットとも呼ばれてるみたい。そういうのかっこいいぜ。革新的な高い操作性能と機動性、広範囲で高度なレーダーシステム、レーダーと連携した高度な迎撃システム、拡張性もあり様々な武装を積んだ高い攻撃性能など、優秀な機体だけど対地攻撃は損耗率が高いため純粋に戦闘機として使われることが多く、チタンを多用して価格が上昇したため、国防上のリスクの低い友好国への積極的なセールスがされたけど、その価格とコストパフォーマンスのいい機体の登場から採用する国は少なかったみたい。その問題は大きいしな。アメリカでは主力戦闘機として大量に導入され、湾岸戦争を皮切りに活躍をしたけど、現在では後継機に入れ替えが進んでるよ。第6世代ってのも出てるって言ってたしな。次はその F-15 から取り外して使った JM61A1、アメリカゼネラルエレクトリック社製の航空機搭載型 M61A1 を、日本でライセンス生産されたモデル、6本並べた方針を半時計回りに回転させて連射を行い高い連射性能を持つガトリング砲、航空機や船には固定式で電気制御で使用され、信頼性が高く故障しにくいのが特徴だよ。F-15 の上で乱射してたな。次は終盤に使用してたバレット M82A1、アメリカバレット社製の軍用対物狙撃銃、設計者ロニー・バレットが開発及び販売のためにバレット・ファイアー・アームズ社を設立して、代表的な対物ライフルの一つとみなされてるほど、凄そうな銃だな。当時大口径を使う長距離射撃競技では適したライフルがほとんど設計されてなく、口径を変更した中古か高価なオーダーメイドのカスタム以外選択肢がなく、その愛好家の一人だった設計者が自らを含む愛好者たちの要望を応える形で、自宅のガレージなどで開発を行い、ヒューストンで開催された願賞に出した試作により投資先が現れ生まれた銃、情熱から生まれた感じだな。このサイズの銃器に共通して反動が大きいことが言われ、箱型のマズルブレーキを採用したことにより、12ゲージの散弾銃と同じくらいまで軽減され、軽量化のために反動利用式の作動機構となってて、販売が始まってからは大口径ながら低反動で射撃ができると好評だったけど、当時アメリカ軍からは採用されることがなく、代わりにアフガニスタン紛争で支援をしてた CIA や、スウェーデン軍に採用されたみたい。アメリカ軍で採用されるとでかいしな。A1 は紹介量がされたタイプで、バレット M82 として一般的に知られてるモデル、後に銃本体上面にロングマウントレールを装備した M82A1M は、アメリカ軍で採用され、現在でも世界の多くの国で採用されてるよ。結果的にすごい広がりを見せたんだな。やっぱいいものは選ばれるんだね。そして同じくその時に使った H&KMP5、ドイツヘッケラー&コッコ社製の短機関銃、第二次世界大戦後の短機関銃として最も成功したモデル、ボルトを閉鎖した状態からスタートするクローズドボルト撃発のため命中精度が高く、100メートル以内の近距離射撃なら狙撃銃に匹敵するほどだけど、複雑な構造のためコストは少々お高め。まあコストの問題はな。その命中精度の高さから特殊部隊や対テロ部隊の標準装備にされるほどだよ。いろんな作品でも使われてる銃だしな。次は規律具に戦い方を教え彼から母親のように慕われてた凄腕ナタリア・カミンスキーが使った銃。姉御肌のかっこいい女性だったぜ。最後は切なかったね。おう。まずは登場時に使用してた M1911A1、コルトファイアーアームズ社製の自動拳銃。1911年にアメリカ軍に採用されたため M1911 と名付けられ、コルトガバメントとしても知られる銃。現代の銃器の基本形を作ったとも言える銃器設計家ジョン・ブローニングの最高傑作の一つで、現代の自動拳銃の原型とも言える銃。ほとんどがこの形だしな。1985年までアメリカ軍に採用され100年以上経った今でも幅広く使われてて、45口径で結構威力が強く多くのクローンモデルが作られるほどで、ほんといろんな作品に使われガンアクション作品の定番とも言える銃。A1 は1927年から生産された改良型で引き金の引き代が短いのが特徴だよ。ほんといろんな作品に使われてるぜ。次も登場時に使用してたモスバーグ M500 クルーザー。アメリカモスバーグ社製のショットガン。ポンプアクション式でアメリカでは軍や警察、民間に幅広く使用されるタイプ。高い耐久性を備え機関部がアルミ合金製のため軽量。さらにバレルの交換が比較的容易。左右どちらの手でも片手で操作できるような構造で、装填数が多く操作性の良さもあり一般部隊で広く使われてるみたい。派生やバリエーションも結構あり、クルーザーはストックレスでピストルグリップ、防護用兼放熱用にバレルジャケットが装備され、多くの銃弾を使用した場合加熱した銃身に手を触れて火傷を負わないように配慮もされ、ウッドモデルを使用してたよ。規律具が危機一髪の時に飛び入り間髪入れない発砲かっこよかったぜ。
次はホルスターに収めデスクに置いてあったレミントンデリンジャー、アメリカレミントンアームズ社製の拳銃、レミントンダブルデリンジャーとも呼ばれ1860年代から生産されたモデル、上下2連の中折れ式シングルアクション拳銃で上方を支点にしてバレルが解放され、発砲は激発機構のラチェットによって自動的に上下いずれかの順から発射されるため、ショットガンのように意図的に打ち分けることはできないみたい、元祖コンシールガンとも呼ばれ、銃としてはシンプルな機構のため故障が極端に少ない上、小型で持ち運びがしやすく、独特なデザインも好評で隠し持っても違和感がなく現在でも人気が高いモデルだよ。この銃もよく出てくるぜ。そして飛行機の機内でグール化した乗客に使ったワルサー PP、ドイツカールワルサー社製の自動拳銃、1929年に発表され、ダブルアクション式自動拳銃としては世界で初めて商用的成功を収めたと言われ、引き金を引くと撃鉄が通常1から撃発準備1まで交代し、そのまま発砲されるのが特徴で現代では一般的な機構、シングルアクションだと発砲の度に撃鉄を上げる必要があり、発砲の手間を省くため撃鉄を上げたまま携行することがあり暴発の危険が高く、扱いやすさや安全性とその珍しさから欧州各国の警察組織で採用され、ナチスドイツでも採用されたモデル、ただ大戦中の品質悪化やナチスの秘密警察で使われてたこともあり戦後の評判は良くなかったみたい。悪いイメージは払拭しにくいしな。その後007でジェームズ・ボンドがコンパクトモデルの PPK を使ったことにより、また世界中で人気になったよ。世界的に有名な作品だしな。次はキリツグの弟子でもあり愛人でもあったヒサウマイヤが使った銃。自分の本名も家族も知らず少年兵になってひどい目受けてキリツグに拾われたんだよな。まずはサイドアームとして使用してたグロック17、オーストリアグロック社製の自動拳銃、民間用モデルとして販売されてたため一般家庭にも結構多いタイプ。銃社会を感じさせるぜ。フレームやトリガーといった外装や、強度上問題ない部分にポリマー2と呼ばれる特殊プラスチックを多用してて、成形がしやすく生産性が向上し軽量化されてるのが特徴。さらに特殊素材で柔軟性を持たせ反動を抑え気味にされ、トリガーの短さから連射もしやすく小型自動拳銃で扱いやすいため、多くの国の軍や警察、FBI でも使用されるポピュラーなタイプ。モルダーも使ってそうだな。ただ経年劣化でフレームの歪みや動作不良を起こすこともあるみたいで、金属製のカスタムパーツもあるみたい。強化プラスチックといっても劣化はするんだな。素材特性もあるし今はすごいのもあるみたいだけどね。この問題は第4世代以降解消されたらしく、今でも世界中で使われる最もポピュラーな自動拳銃の一つで、ポリマーフレームを使用した拳銃で最も成功したモデルでもあり、様々な銃の設計の参考にされてるほどだよ。ポリマーフレーム拳銃を定番の一つにした銃だぜ。そして狙撃などに使ってたステア AUGA-1、オーストリアシュタイヤーマンリヒャー社製のアサルトライフル、オーストリア連邦軍に採用されてるモデル、マガジンや機関部を引き金の後方に配置したブルパップ方式で、重心を短くすることなく全体を短くできるため、威力や命中精度を維持しながら扱いやすい構造で、マガジンが後方にあるため反動を効果的に抑え込める仕様、外装や多くの場所に強化プラスチックが使われ軽量化が意識されてるけど、他製品と大差ないほどの重さ、内部やパーツの重さもあるしな。その分かなりの強度があって10トントラックに繰り返し引かれた後も使用可能なくらい頑丈。像が乗ってもってあれだな。7個ほどのモジュールパーツで構成され、交換することで部分的に軽機関銃や短機関銃などの使用にカスタムできるのが特徴。マガジンは透明プラスチックが使われ残弾確認がしやすく、スコープはスワロフスキーグループの光学機器メーカーのものが使われ、A1 は初期型に若干の変更がされ、蛍光ハンドルも兼ねる 1.5 倍率オプティカルスコープを標準装備してるよ。組み合わせ次第でいろんな用途に使えるってのが便利そうだぜ。そしてただ平和な世界を望みながらも、命の数を天秤にかけながら最小の犠牲を選び自体の収集を選ぶようになった。魔術師殺しの異名を持つ主人公エミヤ・キリツグの使った武器、常に闇や苦悩を抱えてる感じだったぜ。まずは父親を葬るために使ったトカレフ TT33、初めて手にした銃であり、感慨深いシーンでもあったぜ。その放送日が子供の日だったのもまただったね。そうだったんだな。旧ソ連不要ドルトカレフにより設計された自動拳銃、安全装置がないほどの単純構造と耐久性の高さが特徴、さらにシングルアクション方式のため暴発のリスクを伴う危険さもある銃。暴発ってめちゃくちゃ危険だぜ。第二次世界大戦中には旧ソ連の主力拳銃として使われてたほど、日本でも裏世界の銃として有名だったけど、ほとんどが銀だらと呼ばれるクロムメッキされた中国製のコピー品らしいよ。トカレフやマカロフといろいろあるぜ。次は整備などしてたベレッタ92F、一
タリアベレッタ社製の自動拳銃、イタリア軍で採用されてた M1951 の後継機として開発が行われ、現代の軍用拳銃として求められる機能を組み込んだと同時に、凶悪犯やテロ対策も意識し作られ、1985年から M1911 に代わりアメリカ軍に正式採用され幅広く使われ、派生やバリエーションも非常に多く世界中で多く使われるモデルだよ。これもほんとよく使われてるぜ。次は狙撃に使ってたレミントン M700、アメリカレミントンアームズ社製のボルトアクション方式ライフル、1962年に発売されて以来ボルトアクションライフルの代名詞として現在も販売され続け、狩猟用や競技用、警察や軍隊など幅広く使われ、レミントン社のベストセラーになってるモデル、バレルの長さや、ストックの材質や形状、マガジン形式など、様々な用途に合わせたバリエーション展開が行われ、レミントンカスタムショップでは高品質モデルのカスタムオーダーも可能で、多くのアクセサリーやチューニングパーツが販売され自分好みにカスタムできるのも特徴だよ。自分だけのオリジナルカスタムってかっこいいな。次は被害を最小に抑えるために、大切に思ってるナタリアが乗ってる飛行機を撃墜するのに使った FIM-92 スキンガー、アメリカジェネラルダイナミクス社製の携帯式防空ミサイルシステム、本体と箱型の敵味方識別装置に、シーカー冷却用ガスとバッテリーを内蔵した BCU にミサイル本体で構成されてて、BCU は手のひらサイズの円筒形で本体下部の取り付け穴にねじ込んで取り付けるため、発射準備を迅速かつ容易にできるのが特徴、目標を確認してから本体のスイッチを入れても目標を捕捉し引き金を引くとシーカーが冷却され、ミサイル後部のブースターにより打ち出され、本体から10メートルほど離れたところでロケットモーターが点火して超音速まで加速するみたい。超音速ってすごそうだぜ。再発射はミサイルのコンテナと BCU を交換するだけで可能な仕組み。現在実用化されてる携帯型地空ミサイルシステムの中では最も命中率が良いミサイルとされてて、ギネスブックにも掲載されてるほど、ただ目標を目視で発見しないといけない点や、バッテリーが最大45秒と短い近いのが欠点と言われてるけど、現在のロシアによるウクライナ侵攻で、ウクライナ側で多く使用され活躍してるよ。序盤ではよく話題に出てたしな。次は聖杯戦争で狙撃などに使ってたワルサー WA2000、ドイツワルサー社製のセミオートマチック狙撃銃、引き金の後ろに弾倉や機関部を配置するブルパップ方式、銃身の上のフレームに二脚が繋がってるため変わった見た目で、自動式の狙撃銃の中では高い命中精度を誇るのが特徴、ただ高精度な自動式狙撃銃を目指して製作されたため非常に高価で重くなり、当局の採用も見送られたみたい。その問題は大きいしな。わずか4年間しか製造が行われず、その間に作られたのはわずか170丁ほどで、高価格でもアリーマでは入手がとても難しいモデルだよ。相当プレミアムついてそうだぜ。次はホテルのベッドに広げられた武器の中にあった M67 手榴弾、アメリカやカナダ軍で使用されてて、炸裂した時に破片の大きさが均等になるように配慮されてるらしく、約40メートルの距離まで投げることが可能で、信管に点火後約5秒で爆破して、爆破時約5メートルの範囲は致命傷を受け、15メートルの範囲に殺傷能力の高い破片が飛散し、最大230メートル飛んだ破片もあるみたいだよ。かなり飛びそうだぜ。次もそこにあった M7290 フラッシュバングレネード、人質の救出やボート鎮圧、対テロなどの目的に使用される牽制制圧用グレネード、発動すると激しい光を放ち、一時的に視覚に大きな障害を与え相手をひるませ、爆発の衝撃は凄まじく、その効果からフラッシュバンとも呼ばれてるよ。めちゃくちゃ眩しそうだぜ。次はケイネスに押し入られた時に使った M18 スモークグレネード、手榴弾のように投げて使用するタイプ、発煙後最大150秒ほど白く濃い煙が放出され視界を遮ると同時に、目や喉、肺を刺激する有害な塩酸ガスのため繊維を落とす効果もあるようで、煙の色は色々とあるみたいだよ。煙くて苦しそうだな。次は合図に使った艦プピストル、ドイツカールワルサー社製の小型グレネードランチャー、戦場ではワルサー社の信号拳銃に手榴弾を取り付け使用することがあり、そのように作り変えるように軍から依頼され、ライフリングを入れ小型榴弾発射に適した兵器として開発、外見は信号拳銃と同じで信号弾も撃つことができ、見分けるために重心左横に Z の文字の刻印があるよ。霧深いボートの上から使ってたな。次は近距離で使ったり、二丁持ちの片方に使ったりしてたキャリコ M950、アメリカキャリコ社製の短機関銃、独特のデザインで多弾数装弾弾倉のためこのモデルは50発の大容量マガジンが特徴、ヘリカルマガジンという弾倉で円筒状のケースの中で弾薬を螺旋状に配置するというもの、コンパクトな見た目だけど高い装弾数を実現してて、バネとゼンマイの力で回転することで弾倉内の弾が螺旋状に前方に送られる機構、ただ装弾時にゼンマイを十分に巻かないと弾送りが止まってしまう点や、装弾不
量の発生頻度が非常に高く信頼性に欠ける点、独特な断層構造で射撃を続けるに従って、銃全体の重心が前方に寄っていっちゃう問題があって、フルオート可能なモデルだけど相談数に関しての法律が変わったことに、信頼性の低さなどで普及はしなかったみたい。いろいろ残念要素が重なってるな。ただその特異な機構と外観から変わった銃としての知名度は高いみたいだよ。ユニークな見た目は目に留まりやすいしな。そして起源弾の発射などに使ったトンプソンコンテンダー。魔術師の能力が高ければ高いほど効果が高い弾だな。切断と結合だしね。アメリカトンプソンセンターアームズ社製の高層式シングルアクション拳銃。中折れ式の単発装填タイプで、他の狩猟用大口径よりも高価格だけど狩猟用の拳銃として人気が高く、重心と本体フレームの接合方法が特徴的。フォアエンドで覆われてる大きな蝶つがいピンを押し出すことで重心を取り外せて、様々な口径の重心に取り替え可能で異なる弾丸を使用することができ、照準器とエキストラクターは重心に付属してるため、本体フレーム自体はあらゆる弾丸に対応してて変更もとても良い。本体フレームには激震が2本付き、激鉄のセレクターでリムファイアとセンターファイアを選択できるみたい。なんかややこしいけど凄そうだぜ。口径の変更が容易な点や、重心も様々なサイズが製造されてたようでカスタム性能も特徴だったよ。簡単に取り替えれていろんな弾が使えるのは便利そうだぜ。いやー、使うキャラは限られてたけど結構いろんなのがあったね。ケイネスはまあそうせざる得ない理由だったけど、バーサーカーはもうやりたい放題ってとこあったし、何よりキリツグのガンアクションはかっこよかったぜ。殺人剣隊タイムアルターとガンアクションはすごかったね。師匠でもあり家族的な存在だったナタリアもかっこよかったし、キリツグに忠実で隠密的な立ち位置でもあったマイヤもまた印象深かったね。女性に縁がある男っぽいな。他作品ではサーバント同士の戦いや魔術が中心ってとこがあり、ある種異質さもある作品だったけど、やっぱガンアクションも見どころがあってかっこいいよね。確かにそういったとこあったぜ。いやー、アニメって本当にいいもんですねー。それじゃ皆様、さよなら、さよなら、さよならだぜ。